ハイスター聞いてない。ああいう、そういうノリの歌を聞いてない。うん。コンプレックスは聞いてた。聞いてたけど、そうそう、あんま好きな感じがしない。まあ、活動も短かったじゃん。コンプレックス自体が。うん。うん。話題書いて全然わからない。音楽？ジュン・スカイ・ウォーカーズは、まあ、俺が好きな曲じゃないな。ちょっとしか知らない。うん。Y は？ジャンヌ・ダルクか。ジャンヌ・ダルクってさ、今さ、なんかあの、昔のジャンヌ・ダルクじゃないんでしょ？昔はロックバンドじゃん。今違うんでしょ？そのラップとか歌うんでしょ？ジャンヌ・ダルクって。俺あの、今回 YouTube で知ったんだけど、昔のジャンヌ・ダルクってやっぱその、何あの、あれなのよ。何そのロックバンド？うん。解散したんだ。なんかね、その解散する前の、その、アルバムを持ってたんだよ、流暢の。そしたら完全に、俺が知ってるビジュアル系ではなく、うん、なんかラップ歌ってた、うん。あ、ヴァンパイアね。有名だもんね。あ、あいみょん？あいみょんはもうマリーゴールド？うん。ねえ。あれはいいよね。キンプリはね、キンプリわからないね。え、キンプリは知ってるよ。キンプリは知ってんだけど、キング&プリンスな。わかってんだけど、歌全然わからない。パーソンズめちゃくちゃ古いな。今が、なんだっけ？今が焼き京志郎だっけ？ちょ、それが言えないもんな。キンプリあいみょん世代、若いね。いいね。その、あいみょんとかいいね。キンプリは、キンプリ、俺がなんでキンプリ聞くんだよ、だってよ。俺のジャニーズは、キンキキッズだから、まず。ガラスの少年で止まってるね、大体。まあ、せいぜい、あれだな、キンキの、ジェットコースターロマンスが新曲だよ、俺の中じゃ。大体。今のさ、平成ジャンプだったりとかさ、キンプリだったりとかさ、他に何じゃん、なんか海外に出てるやつとか。あれないもん。知らん。ゆいが戻れるなら、やっぱ中学時代じゃない、中2ぐらい戻りたい。朝から頑張る。いや、今暑いよ、かなり。光源氏は小学校だね。やっぱ小学校の頃か。低学年ぐらいか。何？チャンシーズは、青井照彦？すげえ古いし、名前しか知らねえし。完全これ50代半ばとか後半だろう。名前は知ってるけど、誰よ、だいたい、それ。青井照彦。みんなググって、ちょっと。今日のワード出たよ、ちょっと。青井照彦は。本当に。スマップは、やっぱりあれか、まあ、スマップね。まあ、スマップも確かにね、スマップだと、ライオンハート、とかさ、まあ、いろいろ有名なのあるよね。でも、まあ、スマップは結構歌える。青い稲妻とか。青い稲妻で一番好きかもしれない。スマップの中で。全然わからない。まあ、そうか。だから俺、だからさ、そのね、俺だからこのおっさんども、ここにいるさ、おっさんどもと話合ってんじゃん。確実に。それが嫌なんだよ。だから若い子と付き合いたいんだよ。40代とかさ、ね、そのババアどもと付き合ったってさ、ね、時代遅れだからさ、マジで。だから若い子がいいんだよ、俺。だって、やっぱ、気持ち若くいたいもん。で、たまにさ、そのババアどもがさ、その、あいみょんとか歌うとさ、ちょっとイラつくよね。わかる？その、確かに、そういう人たちも、若い気持ちで今の時代についていきたいんだろうけど、ババアがね、若作りするんじゃねえよって思うっていう、言葉には出さないよ。言葉には出さない。心の中で思ってる。いや、わかるでしょ？心の中で思ってるよ。
ババアババア、ババアらしくさ、な、あの、ジュディ・オングとか歌ってりゃいいんだよって思うもん、俺マジで。うん。本当にさ、そんなんだな、自分で中身は何歳くらいでも、中身か、どうだろうね。YouTube にアップやめてください。若い子寄ってこない？ババアこそお前にやるだけ。マジで。うちはキンプリなら教えてあげる。だから、そのね、そう、そういうのを、あの、やっぱ、その自分でさ、音楽、そのキンプリとか興味がないから聞かないじゃん。だからそういうのだから彼女といてさ、聞いてさ、覚えたりとかしたいよね。たださ、ラップとかは絶対歌えないもん、おっさん。だって俺さ、あのさ、なっけ？あの、なっけ？なっけ？桜って歌あったじゃん。ラップの。桜舞い散る中に忘れた記憶と甘い香りで残ってゆくか、なんかそんなやつあんじゃん。あれもラップの部分とか絶対歌えねえもん。チェン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 、あの、完全にそこの部分歌ってもらう、ね、歌ってもらうか、飛ばして、花びら舞い散る、そっから、また歌って、で、また、チェン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 って、また、そう、結名詞。歌えねえもん、あんなさ、ああいうノリの、ドラゴンアッシュなんか、ね。えいよ、おう、レイよ、えいよ、レイよ、あれも無理。ああ。無理ね。うん。そう。無理。俺は。しかも大丈夫。交番の前。交番の前だし、あの、いないから、大体。それがダサい。無理だよな。俺、演歌とかも嫌なんだよな。でも、俺、カラオケで一番最初に歌った曲、まだ俺の時はカラオケボックスじゃなくて、あ、本当のカラオケボックス？一曲歌うのに200円入れてる時代？新宿バッティングセンターのところで歌ったんだけどさ、そこにボックスがあってね。その時に、俺カラオケボックスに行った時に、最初の歌った曲覚えてる俺。無釈旅情。誰の歌っけな。なんかね、親父かね、母ちゃんがなんか歌ってたかなんかしたんだな。無釈旅情。うん。君の知らない異国の街で、君を思えば、ためになるって、結構有名な人歌ってんの、それ。ごめんよ、もう一度、幸せ掴むと、大河の流れに、って、確か、そんなようです。あ、尾形大輔か。なんかね、なんでか知んないけど、最初からオケ部ってなんかそれ、未だに覚えてる。そうそう。まあ、それで追いかって、それが一番最初。で、最初に買った CD が、ズーのチューチュートレーン。覚えてる。未だに。自分のお金で買ったのが。そうな、マジで迷惑だろ。大丈夫だっての、結構声届いてないよ。今アニソンを歌う子が周りに多いや。あの夜中とかさ、結構アニメやってるからね。俺はちょっとアニソンとかちょっと恥ずかしいな。カラオケ GS スタジオ？わからないな。でも俺、だから若い子と付き合いたい。いろんな曲を知りたいから。真面目な話、まだ？いや、ストレッチは外でしない、俺。刑務所の中とかはするけど。好きな AV、あ、俺ね、そうそう、俺 AV 見ないの、まず。そうそう、だから AV 女優を知らないんで、まず。ほんと知らない。みんなが書けば、ああ、聞いたことあるなっていうのはいっぱいいるんだけど、
ノアノアいらっしゃい。わかるんだけど、ほんと AV を見ない。気持ち悪いんだよ。人のやってる行為を見てるのが気持ち悪いの。自分でやるのが好きだけど、うん、桜木類、いや、聞いたことある。うん。キンプリ、興味あるよ、だから。でもなんか歌える感じしないけどね。うん。だから AV 見ないって気持ち悪くなっちゃうんだって。黒っか、俺知ってるよ。知ってる。なんか脇毛のせいですよ、その人。確か。うん、脇毛ボーボーなんか生えてるし、ちょ。青い川奈緒は知ってる。うん、飯島愛は、なんか AV 女優なのか、みたいなのは知ってるけど、うん、西翼って妻にあんだよ、それ。うん、桜木類でしょ何ローバービ、何耳知らねえよ、そんな。なんだそれ、プロレスラーみたいな名前。ローバー耳そんな名前のなんかプロレスラーいんな、なんとか。耳萩原か。耳萩原、女子プロレスラーでいたな。うん。豊丸も聞いたことあるね。うん。アスピオっていうの。あとなんだっけ、なんか、SNS かなんかから AV になった人いるでしょ？ SNS かなんかで、なんけ、なんとかパイ。それはなんか、中にいる間に知った。うん。うん、山崎聖子って言うの、それ、うん。あんま知らないね、俺、本当に。名前を。みんな詳しいんだね。見るんだ、やっぱり。俺ほんと見ないんだよな。AV。知らないって言ってんの？いや、名前は聞いたことあるぐらい。うん、あとはなんか、ギルガメとかさ、なんだっけ、なんけ。あってじゃん、そのなんか AV 女優がいっぱい出てるさ、なんだっけ、なんか番組あってじゃん。なんか、なんとか、なんだっけ、なんとかマスカット。なんとかマスカットとか、ああいうのは見てたことがある。ただ AV 女優に、そうそう、エビスマスカットか、マスカットか、トイレかして、トイレ。